でも織田信長先生デモから始まる会話なんかね、ちょっと待ってよ、なんで先行のやつがデモって言うの。じゃあ何、皆さん誤解してるんですよ。何誤解、織田信長さんって短期だと思ってませんか。織田信長、織田信長さん戦国武将の短期なイメージはあるよ。織田信長って中野なら殺してしまえほととぎすで言う。でも会ったこともないのに、なんでそれ勝手に決めつけるんですか。そんなこと言われてもイメージで言うしかないから、それ歴史の人だから。信長もいろいろ理由とか結果がそうなっちゃっただけであると思うんですよ。もう一回って何、ね、結果的にそうなっちゃっただけで理由とかがちゃんとあると思うんですよ。いやまあ事情あんのかもしれない、うん、いきなり殺しちゃうような人ではないんじゃないかってこと。常識的にそう、信長も最初は、うん、いや可愛いなって泣かないかなって待ってたと思うんですよ。あ、ホットトギスを、うん、泣かねえかなって可愛いとこあるじゃん。でも泣かないんですよ。泣かないんだよね、だから殺しちゃうんじゃないの。いや、だからそしたら自分も鳥の真似して、うん、泣こうよ、一緒に泣こうよってやってみたと思うんですよ。頑張っても見るんだ一応。でも泣かないんですよ。泣かないだろ、殺しちゃうよもう。いや、だからそういうのがあったから疲れちゃって寝ちゃうんですよ。寝ちゃうぐらい頑張ったんだ、うん、そんな時に限って泣いちゃうんですよ。報復劇場って流れて、うん、となって最悪詰め寄るんですよ。もう一回泣いてよ泣いてよって詰め寄るんですよ。もうだんだんイライラしてきてるね。確かに。でも泣かないんですよ。泣かないんでね。だから怒っちゃって、うん、殺しちゃってんですよ。普通に考えたらここまであるだろうってこと。そういきなり泣かないから、いきなり殺すようなことはないと思うんですよ。まあ言われりゃそうかもしれない。皆さん分かりましたか。まあ分かりました。分かりやすくおさらいしますよ。分かりやすく、だからまずこれが信長ですよね。だからこれが信長です。信長、はい、信長だ。信長じゃない、言うなれば最初は信長から始まりますから。だから信長になるためにね、信長勝手にだろ、お前が勝手に言い出したこと。そうだよ、うん、分かりやすいようにね。信長絶対分かりやすいんだろ。信長、あ、一個進んで信長で、信長何ぬねのでいくってことね。信長、信長ですよ。もう一回見せよ、もう一回。なるだから、なる、に、う、ぶ、ん、あ、違う違う、待って、違うんじゃねえか。な、違う、待ってよ。なまず、だから要するに、待ってるのがなぶ。なぶ、待ってるのがなぶ。で、鳥の真似するのがにぶ。頑張ってな、真似する。寝ちゃうのがぬぶ。寝ちゃうやつね、ぬぶ。で、積み寄るのがねぶ、うん。で、のぶですよ。ねぶが一番怖いわよ、なんか。ノブが一番怖くないといけない。ネブのやつが一番怖いんだよ。いや、そんなことない。精神的に。なるほどね。ナブ。ナブ？ナブ？なんだっけ？いや、それが、2部の頃。これは2部の頃。2部の頃で、それは。ナブの頃が。ナブの頃。あ、ナブの頃。あ、はい。2部の頃、ヌブの頃、ネブの、あ、違う。ナブのこと、あ、違う。ナブのこと。待ってね。待ってるよ、ずっと。落ち着いてください。だから、ナブ、ニブ、ヌブ、ネブ、ノブですよ。あー、まあ、まあ、言わんとすることはわかるよ。でもさ、ナブ、ナブの時こう待ってるでしょ、うん、待ってる。待ってるって、その、徳川家康のことをさ、泣かぬなら泣くまで待とうホトトギスって言うじゃん。おー、豊臣秀吉は泣かぬなら泣かせてみようホトトギスってある、うんうん、ナブのやつがこれ待ってんだから徳川家康っぽいじゃん、うんうん、で、二部のやつがこう泣かせようとしてるでしょ。こいつが豊臣秀吉。あ、なるほどね。あ、それいいね、うん、いいか分かんないけど、うん、なんか単純に思ったから、ね、そこだからもう家康、秀吉、信長、信長、信長ね、信長、信長、信長って言ってる。信長、信長なんだよ、ずっと。違う違う、二部長、信長、信長。違う、二から始まるわけね。なから始まってんだ。信長、二部長、信長、信長、信長だけど、だけど家康、秀吉、信長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 ってことねになるんじゃない。なるほどね。別にやんなくてもいいよ。いやいやいや、やった方が分かりやすいから。分かりやすくないんだよ、ずっと。いきますよ、せーの。いきますよってなんて、せーのって。俺らがなんて、せーので、せーので、いきますよ、せーの、せーのって。ナブナガじゃないよ、家康ですよ。知らないよ。だから家康の方がいいんだもんね。分かりやすく言うと、じゃあ あるもんだからね。いきますよ、うん、せーの家康、秀吉、信長、信長、信長ってことだね。まあ、っていうこと、分かったって言うの、うん、まあ、分からんじゃないけど、うん、じゃあ、まあ、いいんじゃない。だから、いいえ、いいで、いいえ、いいえ、ああ、
家康違う家康で2個閉めちゃう押し出されるんだよ次の家秀じゃあ、待っていないじゃんこんなの秀は何だっけ秀そうでしょ、うん、じゃあせーのぬぶあ違う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 そうね頑張んないと寝れないんだそうだね疲れないそうだなせーの家秀ぬぶねぶなば生ってなんだ最後殺せよ絶対殺さないとね信長だけは知ってんだから俺ら怖いやつママっていう感じでいないねネブも全然怖くないやつネブママって言うさ信長の話なんだせーのいえ行きますよ行ってたじゃねえから先にちょっと待ってもう一回やらせてください行きますよせーのいえひでネブネブノブですよねじゃあそういうことじゃんこういうことですね知らねえよどうした